ヒュペルピュロンは、後期中世において使われた東ローマ帝国のコインで帝国の正規金貨をソリドス金貨に代わって用いられた。皇帝マヌエル一世、コムネノスのヒュペルピュロン典型的な廃状金貨の形状を持つビサンツ帝国の伝統的な金貨であるソリドス金貨、またはノミスマ金貨は7世紀にわたって金の含有量が24カラットで安定しており、 高い価値を持ち続けた。1030年代以降1080年代まで軍事的破局と内戦に伴いコインの価値は低下し、金の含有量はほとんどゼロになった。引き続き1092年に皇帝アレクシウス一世はビザンツ通貨体系の劇的な改革を実施し、新たな金貨ヒュペルピューロンを発行した。これはソリドスと同じくの重量だったが、 以前に発行された貨幣を再利用したため、金の暗有量は24ではなく20.5カラットだった。ヒュペルピューロンは14世紀のビザンツ帝国で新たな金貨が発行されるまで標準貨幣であり続けた。しかしながら、ニケア帝国の下では価値は前減し、金の暗有量はミカエル8世、パレオロゴスの時代に18カラットから15カラットへと、 次第に落ちていき、彼の息子であり、後継者のアンドロニコス2世、パレオロゴスの時には12カラットまで落ちた。同時に、コインの品質も落ち、14世紀に入ると重量さえ、均一ではなくなった。最後のヒュペルピュラ、ハイパーピラと最後のビザンツ金貨は、皇帝ヨハネス6世カンタクゼノスによって発行されたものだった。その名前は24のカラットへと分割する。 計算貨幣として名残を留めているその名称は、西洋では多様な呼び方をされており、バルカン半島のスラブ人諸国ではであり、デザインも多様であり、通常銀の計算貨幣でもある。西洋で最も多くでは、ヒュペルピュロンは、特にイタリア商人の間で、ベザントと呼ばれている。初期小胸の総長時代ヒュペルピュロンは三エレクトロンか、トラッキー、十八ビロントラッキー、 トレイキアもしくは864度、テタルテロンと同化であり、トラッキーの原価に伴い12エレクトロントラッキー、トレイキアと288から384ビロン、トラッキー、トレイキアとなった。14世紀ヒュペルピュロンは、新しい銀貨バシリコンの12枚の価値があり、96トーネ税、384度トラッキー、トレイキアと768度アスに匹敵した。 ありがとうございます。